皆さんは理想の時計を身につけた自分を妄想したことはありますか？私はあります。今回は会長が日頃妄想しているこの3つの使用シーンを想定して、そこに合う理想の時計を2本ずつ合計6本紹介したいと思います。オフの場面からかっちりした場面まで妄想したので、楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、最初のシチュエーションはベーシックな感じで、オフの日のジャケパンスタイルです。ビジネスシーンではないのでかっちりしすぎなくていいんですが、スポーティーすぎるのもあれなので、ちょうどよくハマる時計を選びました。まず1本目は IWC のポルトギーゼクロノグラフです。 IWC は1868年にアメリカのフロレンティン・アリオスト・ジョーンズによってスイスのシャフハウゼンで創業されました。シャフハウゼンはドイツとの国境の近くにあるスイスの都市で、ドイツ語圏なんですが、このような土地柄なのか、 IWC の時計の特徴といえばドイツ的な質実剛健といえます。そして IWC のフラグシップモデルがポルトギーゼです。この時計はポルトガル商人が高精度の腕時計をオーダーしたことがルーツになっています。そしてこの時計、ケースサイズが比較的大きいのですが、オリジナルのポルトギーゼには精度の高い懐中時計のムーブメントが使われていました。その名残がこのサイズに現れています。それでこの時計はポルトギーゼシリーズの中でも人気の高いもので、その名の通りクロノグラフ機能が搭載されています。クロノグラフはかなりスポーティーな機能ですが、ポルトギーゼというモデルがかなりクラシックなデザインなので、スポーティーすぎず、クラシックすぎず、なおかつ上品さもあり、ちょうどいいんですよね。ジャケパンスタイルにすごく合うんじゃないかと思います。しかもカラーバリエーションがいくつもあるので、自分のスタイルに合う色が必ず見つかります。ちなみに会長はブラックのものがお気に入りです。クロノグラフはいろいろなブランドが作っていますが、こういうデザインのものは少ないので、ポルトギーゼクロノグラフとてもいいです。こちらは定価107万2500円です。さて2本目はフランソワ・ポール・ジュルヌのクロノメーターブルーです。ジュルヌは独立時計師のフランソワ・ポール・ジュルヌが1999年に設立したブランドです。非常に高い技術と精度を持つ独自のムーブメントを設計し製造することで、時計製造の世界で評判を得ました。ブランドの歴史は浅いですが、これまでジュネーブで開かれている時計市で数々の賞を受賞している超実力派のブランドです。そしてこのクロノメーターブルーですが、リーマンショック後の不況下の2009年に発売されたモデルで、手の届きやすいエントリーモデルという立ち位置です。ジュルヌといえばクロノメータースブランじゃねとも思いましたが、クロノメーターブルーもなかなかいいんですよ。ホディンキーでクロノメーターブルーを1週間つけてレビューする記事があるんですが、それを見て会長はこの時計が欲しくなりました。この記事でレビューしている方が、最初はドレスウォッチという印象だったけれど、日常使いできる時計だと気づいたということをおっしゃっています。とりあえず価格とかは置いておいて、この時計の魅力は日常使いしやすいところじゃないかと思います。デザインは三振でシンプルなんですが、インデックスと針が独特の魅力を持っていて、どことなく気品がありながらカジュアルな感じでもあります。そして最大の魅力は文字盤ではないでしょうか。この文字盤は多くの工程を経て製造されているそうで、それゆえのこの綺麗な深い青なのでしょう。ケースの素材がタンタルというレアメタルで、硬くて加工が難しいらしいんですが、耐食性、耐摩耗性に優れた素材になっています。ちなみに馴染みのないこのタンタルですが、主にコンデンサなどに使用されている金属だそうです。そして時計の裏から見えるムーブメントがすごく綺麗なんですわ。このムーブメントの面白いところは、テンプや脱信機が動力部分から切り離されているように見える構造です。これは文字盤側に歯車を置いているからですが、こういったところもこの時計の魅力です。デザインや素材を見るに、まさにジャケパンスタイルにすごく合う時計なんじゃないかと思います。こちらは定価480万8800円ですが、ジュルヌは年間の生産本数が1000本以下の小規模メゾンなので、入手するためのハードルは高めです。さて2つ目のシチュエーションですが、
敬愛する星葉先生がいつでも首相と面会する機会があってもいいように洋服などを用意しているというようなことをおっしゃっていたのを見たことがあって、そういえば会長は首相に会う時につける時計持ってないなと思いました。そこで2つ目は首相に面会するというシチュエーションでいきたいと思います。こんな時に合うゴリゴリのドレスウォッチを選んでみました。まず1本目はど真ん中のストレート、バシュロンコンスタンタンのパトリモニーマニュアルワインディングです。バシュロンコンスタンタンは1755年創業ですが、現在に至るまで一度も途切れることなく歴史が続いている世界最古のブランドです。またパテックフィリップ、オーデマピゲと並ぶ世界三大時計ブランドの一つに数えられる超名門です。さてこのシチュエーションではやはり歴史あるブランドのピュアドレスウォッチがベストだと思います。パトリモニーは細いインデックスに細い二芯、1950年代の時計に着想を得たというクラシックなデザインで、シンプルでありながら洗練されています。そして薄型の手巻きという王道中の王道のドレスウォッチです。バシュロンコンスタンタンは多くのムーブメントでジュネーブシールを取得していて、このムーブメントでも取得しています。ジュネーブシールは卓越した技術と伝統的な手法がなければ取得できないもので、要件の中には仕上げに関するものがあり、非常に美しいムーブメントであることが必要になります。このパトリモニーは外も中も非常に美しい時計なんです。これをつけずに一体何をつけるのかと思うほどのピュアドレスウォッチです。こちらは定価286万円です。さて次の1本は少し変化球で行ってみたいと思います。そこで選んだのがバンクリーフ・アーペルのピエール・アーペルウォッチです。バンクリーフ・アーペルは1906年創業のフランスの高級ジュエリーブランドで、五大ジュエラーかつグランサンクの一つに数えられる超名門です。バンクリーフのジュエリーは花や動物などの自然を取り入れた美しいモチーフが特徴で、時計の方はレトログラードという機能を使って詩的に時間を表現するポエティックコンプリケーションが有名ですが、今回紹介するのはドレスウォッチピエール・アーペルです。この時計もやはり薄型の二芯のラウンドウォッチで、シンプルかつエレガントです。なぜこの時計を選んだのか、それはバンクリーフは全ての OL の憧れのブランドだからというのもあるんですが、とにかく上品で可愛らしいジュエリーが多く、この時計もそんな気品みたいなものを感じます。ジュエラーの時計というのも華やかでいいかなと思いまして、ドレスシーンにバチバチに合う時計ですよね。それでこの時計は創業者の息子のピエール・アーペルが1949年に自分のためにデザインした腕時計が元になっています。70年以上の歴史があるっていう点も実にいいですよね。ちなみにバンクリーフはリシュモングループなんですが、同じリシュモングループにピアジェがありまして、このピエール・アーペルのムーブメントはピアジェの 830P というものが使われています。この 830P というムーブメント、厚さがわずか 2.5 ミリの極薄ムーブメントなんです。そのためケース圧も5ミリしかないんですよ。またリューズにダイヤモンドがセッティングされていて、さりげない感じでいいですよね。ジュエラーの時計ですが、とにかく上品でこのシチュエーションにはぴったりかと思います。こちらはサイズ38ミリのもので、定価216万4800円です。さて3つ目のシチュエーションですが、これもまた敬愛する星葉先生がおっしゃっていたのですが、ヨーロッパの超絶リッチなおじさまはクルーザーを所有していて、余暇にクルージングを楽しむらしいですね。想像しただけでもそんな生活に憧れてしまうわけですが、妄想するだけならただなので。3つ目は夏のバカンス、ヨーロッパの海でクルージングする時の時計ということでやっていきたいと思います。このシチュエーションに合うスポーティーでありながらラグジュアリーな時計を選んでみました。まず1本目はベタなところでロレックスのヨットマスターです。ロレックスに関する解説はこちらの動画で話しているので、興味のある方はぜひご覧ください。さてヨットマスターはスポーツモデルですが、オールステンレスモデルがないロレックスの中でも高級ラインの時計です。ヨットマスターは1992年にマリンスポーツを楽しむ富裕層をターゲットにして誕生しました。まさにこのシチュエーションのために作られていると言っても過言ではないモデルです。当初は金無垢モデルだけでしたが、1997年にコンビモデルが登場するなど幅広く使えるように展開されています。
デザインはサブマリーナーに似ているんですが、カラフルな秒針とエンボス加工されたベゼルが特徴です。これもザ・ロレックス的でいいですよね。サイズは37、40、42ミリの3パターンあって、自分の腕の太さに合わせて選びやすくなっています。色も使われている素材により様々ですが、やはりステンレスとプラチナのコンビモデル、ダークロレジウム文字盤のものが会長は好きです。最近グレーの時計が気になっているので、これは結構ツボですね。そしてロレックスといえば使いやすさですが、最新のムーブメントキャリバー3235が積まれていて、高精度、高耐震性能、高耐磁性能、70時間のロングパワーリザーブと文句なしの性能です。ただ注意が必要なのが、防水性能は 100m であることと、 37mm のモデルには別のムーブメントが積まれているという点です。いや、機能的には十分なんですけどね。ヨーロッパセレブのバカンスにヨットマスターいいですよね。こちらはサイズ 40mm のステンレスプラチナコンビのもので、定価145万8600円です。さて2本目ですが、またまたバシュロンコンスタンタンからヒストリーク222です。マリンスポーツをする姿を想像した時に、やはりゴリゴリに日焼けをして黒くなった肌に金むくの時計っていうのがリッチなおじさまに映えるんじゃないかと思うんです。そこでバシュロンの222。222はオーデマピゲのロイヤルオーク、パテックフィリップのノーチラスに続くラグジュアリースポーツウォッチの元祖となるモデルです。バシュロンコンスタンタンは1755年創業という話をしましたが、222は1977年に創立222周年を記念して発売されたモデルです。そしてこれはその復刻版というわけです。デザインは若きヨルグイゼックのもので、スポーティーでありながらバシュロンらしい上品さが漂っています。ベゼルには切り込みが入っていて、ダイバーズウォッチを思わせるような形状になっています。また時計本体とベルトが一体になっている構造で、ロイヤルオークなどを意識しているように感じられます。ラグスポという括りで言えばロイヤルオークやノーチラスもいいんですが、222の方がよりクラシックなデザインで、これもいいですよね。現行のオーバーシーズよりも会長は好きです。金むくの時計ってどうしてもいやらしい感じになってしまいがちなんですが、エレガントさゆえ大人の余裕を感じる時計になっています。こちらは定価976万8000円です。いかがだったでしょうか。3つのシチュエーションで使いたい理想の時計を紹介してみましたが、結論として理想の時計というのは理想だけあってどれも買えないということです。買えないからこそ妄想がはかどりますよね。では最後までご覧いただきありがとうございました。